日本マクドナルドの人気商品チキンナゲットの一部で期限切れの牛肉が使われた疑いがあることが分かった問題となった中国の工場では目を疑うようなことが行われていた街では食べたね食べたよねお母さんも食べたでしょえめちゃめちゃ食べてるんですけどなどといった声が聞かれた消費者から上がる驚きと怒りの声 日本マクドナルドが販売する人気商品のチキンマックナゲット22日日本マクドナルドは使用期限切れの経肉を使用していた中国の食品会社から国内で使用するチキンマックナゲットのおよそ2割を輸入していたと発表したこの会社が加工した材料を使ったチキンマックナゲットの販売を21日から全国で中止した中国国営テレビの報道では 作業員は、原料生産日が5月30日で、保存期限が6日間なのに、今日、これを使って大丈夫問題ない運んで、と話していた。報道によると、上海にある食品会社は、6月18日に、半月ほど期限が切れた軽肉を使用したという、作業員は、これは全て期限切れの肉、青くなっている、と話した。 7ヶ月ほど期限が過ぎた牛肉を細かくして、包装し直し、保存期間を新たに1年強と書き換えた、こうした期限切れの肉も、再び原料として再利用されるという、作業員は、混ぜても、見た目でわからない、一般的には5、5%ほど混入している、と話した。他にも、床に落ちた肉を機械の中に入れたり、 床に散乱しているナゲットらしきものを拾い、機械に入れる映像も捉えたれていた。日本でも人気のメニューに発覚した。まさかの事態。街では、信頼裏切られたような感じ。やっぱりちょっと残念ですよね。いくらなんでも、といった声が聞かれた。日本マクドナルドは、報道を受け、この会社が製造するチキンマックナゲットの販売を21日から中止。すでに、 の会社がが製造する商品に切り替えたが関東を中心におよそ500店舗で販売に影響が出る可能性があるというマクドナルドでもうマックシェイクなどのドリンクやデザート以外は食べたくありませんニュースで中国の実態について見ましたが中国人の衛生モラル低すぎて笑いました床に落ちたものや賞味期限切れのものを混ぜたものを販売とかありせませんねやはり 安いものには少なからずデメリットがありますね。